オットワールブルグ・オットーバーブルクは、ドイツの植物学者、シオニズム運動の活動家である。ハンブルクに生まれた。ボン大学、ベルリン大学、ストラスブール大学で自然科学を学んだ。1885年から、東、アジアを4年間にわたって旅し、インド、セイロン、オランダ両者は、新国、朝鮮、日本、台湾、オーストラリアを最終旅行した。 帰国後、採取した植物の研究結果を専門誌に投稿した。分類学的な研究を終えて、1893年に標本はベルリン植物博物館に収められた。東アフリカへの植民を進めるドイツ植民協会に熱帯植物の専門家として多くの委員会のメンバーとして参加し、カール・サフラと共に1896年に 植民地経済委員会を設立した。ドイツの植民地の農業の開発に従事し、ボンの農学者、フェルディナンド・ビルトマンと共に、1897年に雑誌、熱帯植物を創刊した。1900年に、シオニズム運動に参加し、フランツ・オッペンハイマーラと1903年の第6回シオニスト会議に参加した。パレスチナの開発のために寄付を呼びかけ、 1911年から1921年の間、シオニスト機構の会長になった。1920年に、ゲイスラエルのレホボトにある農業試験場のシオニスト組織を代表となり、1922年から1923年の間、エルサレムのヘブライ大学の開設のために、米国でキャンペーン活動を行い、彼のリーダーシップの下で、1925年に、 農業試験場は、農業、自然史研究所との密接な関係を持つことになった。ウォーブは、植物の学名で命名者を示す場合に、オットーバーブルクを示すのに使われる。ありがとうございます。